パイオープンサイという組織の紹介をします。パイオープンサイとは、R オープンサイという組織の Python 版です。で、R オープンサイの方が先に現れていて、それの後続版、Python 版がパイオープンサイです。で、R オープンサイについては、6月のバイオパッカソンイベントで、ニット・ジョエルさんがご紹介されていますので、こちらをご参照ください。ですが、簡単に説明すると、R オープンサイはパッケージを、R のパッケージを査読して、その開発を支援するコミュニティです。で、なぜそのようなことを行う必要があるのかなんですが、このスライドはそのパイオープンサイの人たちがなぜそういう仕組みが必要かっていうものを示すためにイメージを図として作ったものでして、そのオープンソースソフトウェアだからといって、もう各自の思うがままに作ってると、そのバラバラになっちゃって、オープンサイズ演奏を支える下地のような基盤っていうのになり得ない。だから、このような組織を作って、もうちょっとオーガナイズとしたものとして、オープンソースソフトウェアっていうのをみんなで作っていきましょうみたいな考えがあって、そういうことをやってるっていう感じになると思います。全く論文が査読を受けて、パブリッシュされるっていうのと同等のプロセスを踏んで、研究ソフトウェアも開発しようという、そういう考えがあります。で、どこでその査読をやってるかなんですが、GitHub でやっています。これは R Open Sci ですとか、バイオコンダクターも同じだと思います。で、その、GitHub のイシューシステムに自分のソフトウェアを投稿して、このスライドの、0123456789の順に査読ステップをどんどん踏んでいって、パブリッシュされるという仕組みになっています。で、パイオープンサイとしては、この6番目でもう基本的には、アクセプトという状態なんですが、希望する人は、ジャーナルオブオープンソースサイエンスという、ジャーナルへのレビューにつなげてもらうということも可能になっています。ジャーナルオブオープンソースソフトウェアについては、これも6月に露崎さんが紹介されていて、それは統合 TV、こちらの、YouTube というサイトで見れるようになってますので、詳しくはそちらをご参照ください。で、そういうことがされてなぜ、そういうことがされて嬉しい利点があるよというのをまとめているのが、このスライドなんですが、1位に関しては、先ほどのステップ6番目のところまでのアクセプトで自分のソフトウェアが堅牢なものになって、世に公開できることができるっていう嬉しいことがあって、JOS っていうジャーナルにパブリッシュするっていうことができるっていう嬉しさもあると。で、最後のアフィリエイトパッケージというのは、自分の、ちなみにこの PyOpen サイトというのは別にバイオインフォマティクスだけじゃないとダメとかっていう組織ではなくて、ドメイン領域を決めるっていうことはおそらく知ってなかったと思います。で、ここではこのパンジローっていうのは、地球科学の、よく使われている Python パッケージです。で、そこの組織ですとか、宇宙科学の Python パッケージのコミュニティに、自分のソフトウェアがどの分野のものかっていうのを判断してもらって、そこをその他分野の専門領域のコミュニティとどうインテグレートされてるかっていうのをサジェストしてくれるっていう、そういうありがたさがあるということを示しています。で、改めてまとめると、この3つを柱として掲げてます。この人たちはレビューを受けれるっていうのと、コミュニティで、その Python パッケージを良くするのをサポートしますっていうことと、他の専門分野のコミュニティにつなげますよっていうことをやってくれるっていうのと、
最後にこれは紹介してませんでしたけど、パッケージングガイドっていう、そのパッケージを作るためのベストプラクティス集のようなものを作ってくれています。で、なぜこのような仕組みが必要なのかっていうのを、なんかファウンデーションとかっていう概念図で表現してたんですけど、それ以外にもこの人たちが言ってるのは、オープンっていうことは、オープンにしたら別に誰もが参加できるっていうことではないと言ってます。それはその、ある程度のルールにのっとって作られたパッケージでないと、他の人たちがそれにコントリビュートしようと思っても何が書かれてるとか使い方とかがわからないから、インクルージブという概念になってないからそれはダメだよねということで、これが必要だと言ってます。あと、ソフトウェアを作ってる人が現状支援とか評価されている現状にないと思うので、このような仕組みが必要だと言ってます。支援というのは、ソフトウェアの作り方っていうのを一人で頑張ってくださいっていうんじゃなくて、コミュニティで助けますと言ってます。あと、評価っていうのは、そのジャーナル、ジョスのようなジャーナルがあったら、それの引用がつくと思うので、それによって評価されることにもつながるんではないかといったような考え方があるという感じです。で、ここまでは、そういう、どういう考えに基づいて、こういう組織を作っているのかっていう考え方なんですけど、これからは、この後は、どういう体制とか、どういう、レビュープロセスかとかっていうことを詳しく説明します。で、まず出来上がったのが最近だと最初の方でお伝えしたんですが、出来上がったのは2018年で、始まったのが2019年で、財団から支援を受けるようになったのが21年で、昨年の秋ごろに独立した組織として立ち上げられたという感じです。非常にまだ新しい状態です。で、どういう人が、アドバイザリーカウンシルにいるかっていうのがこれなんですが、ちょっと自分は、このお二人しか知らないという感じなんですが、このお二人は、ジュピターの開発に非常に貢献されている方たちという感じです。つまりまあ、いわゆるパイデータスタックっていうのを知ってる人たちが幾人かいて、いろんな広い分野のよくご存知な方たちがコミュニティをの運営方針を決めているということのようです。で、実質リーダーはこのリアさんという方です。もう表立っていろんなところで、財団の前とか他のコミュニティとかで自分たちのハイオープンサイトのどういうところでどういうコラボレーションをしましょうとかっていうのをリードしているのがこの方です。で、最近、コミュニティマネージャーが新たに雇用されたみたいなんですが、ちょっとまだ分かっていません。すいません。という感じです。で、パッケージングスタンダーズ。これは三本柱の三つ目のドキュメントを、パッケージングベストプラクティスをまとめてドキュメントを作ってくださってますといったものに相当するんです。で、そのドキュメントというかパッケージングの仕方っていうのは、こういったいろんな方たちが、プロが、そのパッケージングのプロが作ってるという感じですね。で、この中にも、少なくともこの方、この方、この方っていうのは、サイパイとかに関わってる、非常に関わってる方でして、こういった方たちが、パッケージングをやっているので、サイパイとかナンパイはどの OS でも、容易にインストールすることができるようになっているという状況です。その人たちがこのパッケージングガイドを助けてくれているという感じです。で、なぜそのようなパッケージングガイドが必要かというと、Python には R 言語と違って、言語インスのベースシステムにパッケージを作るための仕組みというのがないようです。なので、追加でそれをインストールする必要があって、かつ、これが、決定だというのもなくて、いろんな、パッケージングのための仕組みがあるっていう状況のようです。
で、このスライドはその4つのパッケージングの仕組みを比較しているものになります。で、この PyOpenSci は、あなたがどういう人ですかっていうのを、あなたのパッケージがどのようなものですかっていうのに応じて、どういったパッケージングシステムを使うといいかというのを決めてくれてたりします。で、ピアレビューについて詳しく言うと、先ほど自分は GitHub のスクリーンショットだけで済ませてたんですが、その、レビューの流れっていうのを概念図を、もうちょっとグラフィカルにしたスライドがこれになります。で、最初が、オンチャンのサブミットする前の相談。で、サブミットする方レビューっていうのは、まあ、チェックリストがありまして、それをサブミットしたパッケージが満たしているのかっていうのをチェックだと調べるという感じだったんです。で、以前、先月のパッカソンで、そのチェックの自動化をする Python パッケージみたいなのがないんですかっていうのを質問を久米さんからいただいたんですけど、ちょっと見つかりませんでした。で、おそらくマニュアルでチェックしてるという認識でいます。ちょっとまだ調査が甘いかもしれないですけど、今調べた感じだとマニュアルチェックかなと、自動チェックの仕組みはないかなという印象です。で、もう、この辺は、こうした方がいいじゃないですかっていう、会話をやって、アクセプトされるという感じですね。で、ファストトラック延長っていうのは、ファストトラックっていうのは、どうも欧米で、キャリア採用みたいな仕組みを表現するための用語みたいなんですかね。要するに優遇、何らかの優遇も、このパッケージっていうのは、ゼロからその上司の、その、レビュープロセスみたいなのが減るとかっていうんじゃなくて、PyOpenSci のレビューの項目は満たしてるから、もうそれはチェックしないと。それ以降の何らかのチェックを移行ではするっていうゲタ吐かせをしてくれるっていう仕組み。レビューアーは、ボランティアで、レビューアーになりたいという人がいたら、メンターシップも受けれるという感じなんです。で、ですね。自分は、自分もこのサブミットをしてみようと思いますっていうのを、先月のパッカソンで言ったんですけど、自分はここから始めようと思うって言ってたんですが、それを思い直して、この、プリサブミッションインクエリバイリーっていうのもから始めるようにしました。その理由が、このピンテニーというパッケージが、その、プリサブミッションの問い合わせっていうのをやったらしいんですが、そこで、そのセットアップパイからパイプロジェクト .toml に、移行した方がいいよとかですね、そういったアドバイスを受けてるそうでしてですね。であれば、自分もこのプリサブミッションの問い合わせからやるべきなんじゃないかと思って、このプリサブミッションから始めるようにしたという感じです。で、このセットアップパイというのは、先ほどいろんなパッケージングツールが4つあるとかって言ってたのよりも古いセットアップツールズという Python パッケージによってパッケージを作る場合の形式でして、自分も、今の現状がどういうふうになってるかっていうのを知らずに、このセットアップパイというのを使っていたので、このプリサブミッションから始めるべきだと思ったという次第です。で、ドメインスペーシックパートナーズっていうのは、パンジオとかアストロパイにつなげてくれるっていうものになっています。自分のパッケージがどの分野の他のパッケージと協調できそうかっていうのを、レビューアーが調べてつないでくれるという仕組みです。その分野のプロみたいなのをできるだけレビューアーにアサインしようとしてくれてて、ドキュメントとか、
コミュニティの標準というのがどういうものであるから、どういうふうにした方がいいと思うとかっていうような、いうようなコメントをいただけるということだそうです。で、アストロパイという宇宙科学の Python のパッケージに類するものであれば、こういうページが、ウェブページがあって、まあ、これはパッケージ123って、まだそういうものがないんで、こんな感じになってますけど、あなたのパッケージがどういうドメインのものであって、どういうパッケージと連携するというような形でまとめてアドバタイズしてくれるっていう感じになってます。で、現状は、アストロパイという感情という、非常に、すでによく使われている Python パッケージとつなげてあげますよといったようなことを言ってくれているという感じです。で、この Python パッケージはちょっと何なのかまだ分かってません。すいません。という感じです。JOS とか OpenSci とか、他のコミュニティにも何らかの接続をしてくれるかもしれないという感じです。で、最後に、興味を持ってくださった方は、ディスコースですとか、ツイッターですとか、マストドンがあるので、とりあえずそこに参加してくれると嬉しいですと聞いています。あと、レビュアーも全然嬉しいので、レビュアーになってくれるなら、このリンクを、ちょっと後でこのスライド共有します。踏んでいただければ、レビュアーに立候補できます。あとは、パッケージを出してくれたら嬉しいなということを聞いております。以上です。あ、西田さんありがとうございます。では、このご発表に対して何かご質問やコメントある方いらっしゃいますでしょうか。じゃあ、私から一点よろしいですかね。なんか、R がどうかはよくわかってないところなんですけども、その途中で、パッケージのチェックがパッケージを作る、あ、そこですね。が、その4つぐらいある、主に4つぐらいあるとかって言われてたんですけども、これっていうのは、なんかどれを使うとかっていうのはあんま推奨がない感じなんでしょうかね。そのパッケージによるということだよるっそうてでか。して、ですね。まず、ピュア Python かどうかっていうのが分岐で、僕の場合はピュア Python だったので、まあ何でもいいっていう感じみたいなんですが、でも、環境ロックしたいなら PDM か Poetry を使いなさい。で、環境ロックしたくなかったら別に何でもいい。けど、マトリックスエンバイロメントサポートっていうのをローカルテストに使いたかったらハッチを使いなさいと言ってます。で、これはちょっと何のことを言ってるのか僕まだ分かってません。ピュア Python じゃなくて C++ とかを使うんであればハッチ PDM、うんちゃらビルドを使いなさいと。みたいな感じでバラバラですね。ありがとうございます。あと、なんか、Python といえば、なんか、リポジトリは、なんか、まあ、なんて読むか、PyFi ですかね、あれ、読み方。かなと思うんですけども、なんか、どういう位置づけなんですかね。PyFi が基本メインで、ではもうちょっとサイエンティフィックにしようっていうことになると、こっちの、Py オープンサイトがどういうのを目指すような、まあ、ような、そういう、枠組みなのか、どうすいまなんせん。でしょうか。そこを全然説明してなかったんですけど、この、PyOpen 際は、リポジトリとしての機能は持ってないと思います。つまり、そうなんですね。パッケージをアップロードする場所っていうのは PyPI で、あくまで、その宣伝とか、なんというか、宣伝ですね。Python パッケージが科学のどこに位置していて、どういう、コミュニティとつながるかっていうのをまとめてアドバタイスしてくれるっていう感じですね。あ、わかりました。ありがとうございます。
他の、そうですね。まだ、このスライドはその SC バースというシングルセルの解析を行う Python パッケージ集のところにリアが出向いて、OpenSci はどういう組織ですっていうのを宣伝するために行った時に用いたスライドからパクってるんですけど、そういう SC バースのようなところと何らかの形でコラボをしようとしているみたいな感じのようです。ちょっとどういう形にしていくかっていうのはまだ模索してるんじゃないかと思うんですけど。でも基本的な考え方っていうのはこの今日ので一応全部説明できたかなとは思うんですけどっていう感じです。なんかスライド綺麗ですよね。なんか今日思いましたけこれはすいません。たくさんパクってるんですよ、その人たち。ど。で、ただ、西田さんは、はい。この PyOpenSci というか Python のそのコミュニティとのコネクションは結構あるんですか？一応、PyData という、コミュニティを結構関わっているつもりでおります。なので、こういった、この人たちが PyData のコミュニティの人たちだというのが、分かっていて、それなりに信頼できるという感じです。この人はサイパイで、バイオインフォマティクス系の、統計パッケージを作ってる人だとか、そういうのは分かっていて、何らかの、関わりを持ってたりします。こういう人たちと。他の方からご質問ありますでしょうか？先ほどのその SC バースのスライドで、なんだっけ。フロントエンドチョイスとバックエンドチョイスってどういう意味ですかね？おそらくなんです。こういった事情が出てきたらバックエンドチョイスに移行するみたいなことですかね。ちょっと待ってくださいね。確かにバックエンドが何か なんかビルドに必要なツールセットみたいなのをバックエンドと呼んでるんじゃないかというふうに思いました。で、フロントエンドは、こいつらだという認識でいいんです。非常に概念的ですけど。で、サイキットビルドとかっていうのがあるみたいですね、どうも。だからサイキットランツ関連のツールを簡単にビルドするための、なんか、R でいうとこの R ツールズみたいなものがあるんじゃないかなというふうに想像します。言葉のニュアンス的に、裏側で何かやってくれるみたいな感じですよね。で、ちょっと全然そこまで知らなかったですね。で、僕は今のところ、この下の方は全然やる予定がなくて、もう全然ピュア Python なので、で、これで、この8っていうのを使えばいいかって思ってる程度のライトな感じの人間です。C とか書かない、書き始めると結構複雑になっていくんですね。そうですね。非常に、結構、プロフェッショナルなテクがいると思いますね。かりました。こういう活動っていうのはボランティアでやってるのかな？どこから、支援を受けてるのか、寄付金ベースなのかみたいなのってわかります？で、かなり、ボランティアベースでって言っていいと思います。で、おそらく、
この二人以外は全員ボランティアっていう捉え方をしていただいて問題ないと思います。何かしらインセンティブが欲しいですよね。なんか、そうでおす金ね。じゃなくてもいいのかもしれないですけど、なんか、賞をもらうでもいいですけど、なんか、やり続けるモチベーションがないと、最初だけその盛り上がって、その事故をだんだんやる人がいなくなっていくみたいなことが起きちゃいそうなんで、そうですね。現状、オープンサイト比較すると、財団からの支援金というのはちょっと少ないんじゃないかなという印象で、もう本当にこの2つだけなんじゃないかなっていう感じですね。で、モチベーションをすごく上げてくれる仕組みっていうのは、ここで紹介したことくらいになっちゃいますかね。わかりました。まあ確かにそうですね。ちょっと詳しく調べれてなかったなと思いました。もうちょっとそのあたり突っ込んで調べてみたいかなという感じです。ありがとうございます。確かに。正直なところ、R オープンサイまではかなり、行ってないかなという感じですかね。